こんな感じ。強さ大丈夫そう？痛い。痛い。うわ、この硬いわ。ガチガチ。はい。お子さん小さかったりとかするとやっぱり抱っこするのでやっぱ背中にくるんですね。で肩こりってその肩だけ触っても結構取れないことが多くて、やっぱ背中の疲れから上がってきて肩こりとかになるので。それは普通 の、 マッサージとか言われても全然改善しないっていうのが分かりますね。呼吸しできてます？大丈夫？できてない。できてない。ちょっと痛いですしろしろ入っても、はい、その青技になってくるだけ。あ、そうなんですか。青技、内出血。内出血、はいはいはい。だと思いますよ。めちゃめちゃ硬いですもん。やりがいあって楽しい。楽しまれてる。よし、会話を近いし。もうこれずつ同じで。でもね、2回、3回続けていくとね、この痛くなくなっていくんですよ。本当に。ずっと探してたんですよね。あ、なるほど。激しいとかが、はい、ボキボキやるとかも、はい、風間さんも、はい、ボキボキ、はい、そんな激しくなって。はい。まあ、今激しい店って減ってきてるので、こうやって強く抑える店とかも時代に逆行してるんですけどね、うちは。あともう一つは大阪で針、はい、女性がやってる。おお、あるんですね。はいはいはい。うちの施術は痛いけどあと食い終わってあうまかったみたいな、そんな店ですか。結構30分とか60分に結構あるから、はい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 、全然いいですね。ああいう店では考え方が違うのでね。僕がニッキッパーやるんだ、これぐらいでやってます。わかるでしょ。うん。キュッパーとかで満足される方はそれでいいんですよ。それで満足されなくて痛いけどでも後が終わった後すっきりしたいっていう人しか来ないので、この店は。足の裏とかも分かるのは関係ある、うんうん、足の裏とかも関係ありますけど、奥さんの場合はガチガチ足裏するよりかは背中のこの辺が硬いので、シンプのトゥルースリーパー使ってるんですけど、はいはいはい、効いていきますね。トゥルースリーパー沈み込みすぎてるのかもしれませんけど、本当は硬いところがいいんですけどね。まあ、マッサージ店で来られたら嫌な気がします。はっきり言うと。でもうちはこういう人しか来ないので、呼吸吸いますちょっと。なんで受けてるのに息しんどいんだみたいなね。己との戦いやから、これを己との戦い。はい、いきますね。気持ちいい。やっぱり痛いね。気持ちいい。ありがとうございます。まあ、もう今の時代みんなストレートネックです。首の骨がまっすぐになってるよってい う、 こうカーブができるんですけど、それがまっすぐになってるよってことなんですけど、まあ、スマホやってたらみんなストレートネックですわ。それよりも背中の方が硬いので、
るときは、はい、吐き気する。吐き気するでしょうね、こんだけ凝ってると。ガチガチだもんだって。聞かせてます。筋肉の凝りです。で、ボキボキしてした後でもこんだけ筋肉が硬いのが残ってるってことは、それだけ筋肉の中に汚れが溜まってるよってことなんですよ。それが左側がものすごいですから。悪霊が取り付いてる。そんな感じ。本当、悪霊取り付いてる感じ。ここだよね、いつも死ぬのね。これこれ。実はね、今ね、この肩甲骨のこの辺から来るんですよ。やってないっていうか、どんどん。ガチガチ。温泉のおばあちゃんとかいる。あ、多分ね、奥さん聞かない。首の強さ、これぐらいだったら大丈夫そうですか？痛いけど。はい、してます。首が凝ってるというよりか、やっぱ背中の方が凝られてますね。ここ買った。
ねえ。